皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、車椅子のことについてお話ししていこうと思いまして、固定車と折りたたみの車椅子、結局どっちがいいのっていうことを私なりのお考えですが、あのメリットデメリットをお話ししていこうと思います。私が普段乗っているのは松永さんの C-MAX という固定車に乗っていますが、結構もう背もたれとかを自分でいじってしまって、これは松永さんのものではありません。フレーム自体は松永のものになります。で、折りたたみのこちらの車椅子も松永さんの E-MAX という車椅子になりますね。じゃあその私が感じるメリットデメリットなんですが、まず固定車の一番ポイントとしていいところは、やっぱりこの漕いだ力っていうのが道路に伝わりやすい、タイヤに伝わりやすいというのが一つポイントとしてあると思います。車椅子の人たちはこう漕ぐの大変なので、この力の伝わりっていうのが私は大事じゃないかなと感じています。まあ、あとは壊れにくいっていうのがありますね。フレームがしっかりと固定されているものなので、歪みというものが少なくて、結構何年乗っててもあまり故障がなく使えることができるのが固定車だと思ってます。じゃあデメリットといえば、やっぱり折りたたみができないので、車に積むときは、このまま積むのではなくてタイヤを外すことができます。この折りたたみもそうなんですけど、こういった車椅子の作りとしてタイヤのホイールのこの真ん中を押して、こういう風にタイヤが外れます。なので固定車、私が乗っている車椅子は、車に積むときはタイヤを片方ずつ外して、タイヤ2本とフレームだけの形で、タクシーに乗せることができます。で、重さも11キロくらいしかないので、タイヤ外してフレームだけにすればより軽いものになりますね。ただじゃあ自分で車に積み込むっていうときに、ちょっといろんなところに傷をつけやすいというのがまた一つデメリットだと思っています。じゃあ折りたたみのことなんですけど、折りたたみのメリットは、やっぱり折りたためるっていうことですね。小さくこういうふうに折りたたむことができて、誰でもこう簡単にキュッとできるし、何かちょっと狭いスペースに車椅子を置かなきゃいけないなっていう時は、固定車よりはこういう風に折りたたむことができて乗せることができると思います。個人的には折りたたみのメリットってまずそこしかないというか、そこが一番のポイントなのかなと思っていまして、デメリットを言うと、こういう風に折りたためるので、いろんなところにこういう曲がるフレームがありますね。そこが歪みやすい、緩みやすいというようなデメリットが私はあると思っています。それを象徴するというか、私この固定車は本当に一番初めに作って、もう4年くらい乗っていろんなところに行きまくっているんですけど、この車椅子自体に何か故障があったっていうことは一度もありません。前輪の方がちょっと錆びついてきてみたいなのはありますけど、壊れるとかね、そういうのはありませんでした。じゃあ折りたたみの方は、この半年くらいから頻繁に使うようになったんですね。車が新しくなって、車をより傷つけないようにするためには、折りたたみの方がいいかなということで、地元鶴岡にいて自分が車乗り降りするタイミングの時は基本折りたたみを使っていたんですけど、こういう風に1回ずつ折りたたむじゃないですか。ある時に折りたためないことがあったんですよ。こっからもう全然ガクガクってやっても折りたたむことができなくて、で見てもらったら、下の方のこのステップの方に、折りたたむためのこういうバネというかネジみたいなのが入ってるんですけど、それがちょっと緩んでたっていうのがありました。だからそういったちょっと故障が多いのは固定車よりは折りたたみだと私は感じています。で、車椅子ってやっぱり自分たちにとって足であり、ずっと座って使っているものなので、この車椅子のバランスが悪かったり、体に合っていないと姿勢がどんどん悪くなっていきますし、
こぎづらさっていうのもあります。あとプラス褥瘡っていうのもあります。固定車にも、折りたたみを使っているユーザーさんにも言いたいなというふうに思うのが、車椅子の背もたれは私はみんなハードタイプにしてほしいなと思っています。有名なのは J とかあると思うんですけど、ハードタイプにしてほしい理由というのが、私も今こういうふうにハードタイプを使っているんですけど、この折りたたみじゃなくても、私もこの改造する前はこういうタイプの背もたれだったんですけど、ここがマジックテープで背が貼ってあって、でその上にクッションがこういうふうに敷いてあるんですが、車椅子に乗っているとどんどんここにたわみが出てきます。緩んできます。そうすると今まで背もたれが結構ピンってなっていたのが緩んでくるから、どん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 こういうふうに猫背になっていくんですね。でそうなると車椅子を漕ぐときに力が伝わりにくいですし、まあさっきも言ったように姿勢がどん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 崩れてしまいます。まあ頻繁にここのマジックテープを貼り直す、もう一回緩みをなくして過ごしている方は、まあいいと思うんですけど、やっぱそこを気にする人って少ないんですよ。緩んでてもあんまりこう気になる方っていなくて、なんかメンテナンス出した時とかに、もう一回背張りしますかっていう風な会話があったりするんですが、まあそれくらい、まあなかなか気にかけれないところだと個人的には思っているので、それよりだったら、もうたわみがない、もうすでにパッとも固定されているハードタイプの背もたれを皆さんに使ってほしいなと思っています。じゃあそのハードって折りたためないじゃんっていう方もいらっしゃると思うんですけど、背もたれだけが取れて車椅子が折りたためるっていうパターンの車椅子もたくさんあるので、折りたたみじゃないと、まあ、車の積み込みとかも大変だし、まあ、家の事情でも折りたたみじゃないと大変なんだよなっていう方は、取り外し可能な背もたれタイプの、そういう風に改造できるような車椅子をチョイスして折りたたみ選択してほしいなと思いますし、まあ、今ちょっと難しいな、そういうのできないなっていう方は、この背張りをね、ちゃんと貼り直す、たわみをなくすというような調整をこまめにしてほしいなと思います。でやっぱり生活環境でも全然変わってくると思うんですけど、まあ、個人的には本当に公共交通機関でしか過ごさない私タイプのような障害度合いの人は固定車でいいと思います。だ都内で生活してる人で折りたたみ乗ってる人で結構見かけるんですけど、まあ、まあ別に好き嫌いがあるから絶対っていう話じゃないんですけど、でも体的にとか動作的にやっぱり固定車の方が、普段自分でこの漕ぐ量が多いのであればその方が生活しやすいと思いますし、プラスあとハンドリムですね。この丸いタイプのハンドリムが結構まあスタンダードのハンドリムになるんですが、私のハンドリムは楕円型になっています。なのですごく握りやすいですし、力が入りやすいです。同じ傾斜を登るとしても、こっちで登るのと、こっちで登るのとでは、全然登りやすさが違うくて、だから、車移動の時くらいしか乗りたくないんですよね。全然力が入らないんですよ。込めれないというか、こっちの方がもう握りやすいし、グッと押したらグッと行くし、ハンドリムのこの力の入れやすさというのもあると思います。まあ、なので、さっきも言ったように、もし街乗りしかしない方、まあ、この固定車でもタクシーは全然積めます。私も普段都内とか、いろんなところに行くときも、セダン型のタクシーでも全然これって入るんですよ。街乗りしかしてない方は、やっぱり固定車使ってほしいなって個人的には思います。その方が、本当に道走りやすいですし、生活、車椅子での生活度合いっていうのは上がると思います。で、あと車を普段使う方は、まあ、やっぱり折りたたみの方が積みやすさとか楽さっていうのはあると思うので、さっき言ったように、せめて背もたれだけは取り外しできるハードのものにして、折りたたみは折りたたみでやってほしいなと思います。背もたれが取れるタイプのハードバッグは私は使ったことはないですが、簡単にワンタッチで取れるそうなので、結構その車に乗ってて
背もたれはハードの取り外しで折りたたみの車椅子使ってますっていう人は結構いらっしゃいます。でもそういう人たちはやっぱすごい姿勢がいい、めっちゃいい。車椅子の情報って作るときに本当に少ないんです。そこの病院であったりまたは業者さんの知識でしかもう決めれなかったりするので、なんか体に合ってないなっていう車椅子を乗ってる方ってたくさんいらっしゃいます。でも安いものではないからすぐ買い替えるっていうこともなかなか難しいです。だからこそ私は一応本音で、まあ、私の体の範囲内であって私の感じたことではあるけど、もし次買い替えるというタイミングがある方はこの動画を参考にしていただいて、今までハード使ったことないけどハード使ってみたいなって思ってくださったら嬉しいですし、まあ、ハンドリムも普段道こぐのちょっと大変なんです、力なくて大変なんですっていう方はハンドリムこの丸から楕円に変えてみるというのも一つ提案したいなと思います。私個人の意見で車椅子のことをお話ししましたが、皆さんにもっともっと車椅子生活を充実してほしいな、まあ、大変ですけどこういうアイテムを使ったりこういう風な車椅子にすればもう少し漕ぎやすくなるよなんていうことをこれからもお伝えできればなという風に思います。はい、ということでこの動画が良かったなと思っていただけたのであればぜひいいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。 Oh, 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 oh,